ひなです。ひめかです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。今日の企画は私たちの高知の中身紹介です。せーの、どうぞ。私からいきます。私のメイクはこのピンクラテ TV のコラボポーチです。一期生のイニシャル、じゃあ大きいやつから。これは雑誌の付録です。コルミベイビー、なんかこんな感じです。大人っぽい雰囲気の時にめっちゃ使ってます。じゃあアイシャドウからいきます。こちらピティさんに誕生日プレゼントでいただいたね、16のアイシャドウなんですけど、割れてるんだけど本当にショック。これ超お気に入りなんです。一筆でグラデーションができるんですけど、見た感じはベージュっぽいけど塗ったら結構オレンジっぽい。オリちゃんメイクとかに使えます。こちらがキャンメイクのアイシャドウです。これとこれを混ぜたらピンクブラウンっぽいまぶたになります。これはエコちゃんにもらったエチュードハウスのアイシャドウなんですけど、結構赤っぽいラメのやつで、なんかブラウンと混ぜたらコーラルっぽい感じの色になります。チークかな。アイシャドウが4つ、そしてチークが4つ。重いねこれはツヤ出したい時とかにクリームチーク、カップケーキ型のやつです。スタイルナンダはたまにしか使わないんですけど、このぐらい薄くてあんま使わないですこれはけど可愛いから持ってます。でこれはピティさんにもらった韓国のお土産なんですけど、あの見た目も可愛いし発色がねもうボワンって感じで、でもなんかチークっぽくないね。なんかリップだと思ってね、口に塗ってた前これはエコちゃんにタンプルでもらったエチュードハウスのチーク、この辺を塗った後にこれを重ね塗りしたらウサギメイクとかの時にそう、これ結構パウダーパウダーしてるの、パフがめっちゃ可愛くないですか。で次がアイメイク紹介していきます。アイラインが2本入ってるんですけど、2つともブラウンです。こっちがプチプラです。安いんですけどシルって細いのも描けるし、なんかブラウンって毎日メイクにも使うし、ウサギメイクの時はピンクブラウンっぽい色、たまになんかね重ね塗りするアイシャドウみたいに2つ使って大人っぽいメイクに使ったりします。最近このビューラー工事ってとこのなんですけど、試供品で使ってみたらもうめっちゃ上がったんですよ。もうめっちゃ上がったんですねもう重力に逆らう感じ、びっくりしたマジで。これは普段毎日メイクの時に使うクリアマスカラ、長さはちょっと伸びるぐらいでビューラーが下がってこないようにする効果です。ほとんどだから下まつげとかには使わない。これは濃いメイクの時に使います。ヒロインメイクのめっちゃこれも上がりますよ。次リップ、これは雑誌の付録、もっとイメージモデルのカノンちゃんとコラボしたグロスなんですけど、青みピンクっぽいかな。こちらがスタイルナンダのリップです。韓国のお土産でもらいました。これはコーラルピンクっぽい、これはピンクラテのグロス。グロスとグロスをね重ね塗りするときにめっちゃ便利です。プルって感じになります。こんな感じです。前普段使いのポーチを紹介したので、今回はメイクポーチ紹介しました。よし、はい、今回はひめかちゃんはメイクポーチだけど、ゆなは普段使いのポーチを持ってきました。これはピンクラテ賞を取った時にお母さんからご褒美で買ってもらったポーチです。はい、鏡です。この鏡ももともと持ってたんですけど、この前の原宿ロケでひめかちゃんがこれの色違いのピンク持ってたから、あ、色違いだと思って最近はいつもポーチに入れて持ち歩いてます。次はこれカラコンです。これも私が原宿ロケの時に買ったやつで、結構入るからめっちゃ便利だなと思って。でカラコンはこれ衣装ごととかに変えたりして、こうやってカラーごとで袋に入れて、ここにカラーの名前を書いて、あのすぐにパッて出せるようにしてます。いや、カラコンつけてみたいこのキャンディーポーチは私はお薬を入れて持ち歩いてます。これさ、ここをしたらさ、ここってパパってかわいい
これはあんまりメイクしないのでも使うリップです。最近のお気に入りはこれで、新大久保で買った韓国コスメでピンク色のティントリップで、ティントだからしっかりついてくれるし、あんまり取れなくてすごい便利だし、あとあんまり普段こんな真っピンクは使わないから気に入って使ってます。で、これがピンクラテのリップです。こちらピンク色の方は結構こういうティントのリップと合わせてちょっとツヤを出したい時に使ってて、こっちのオレンジ色の方はナチュラルのメイクをする時にこれ1本だけで使ってます。で、これはラプンツェルのリップは色とかはなくて乾燥してる時とかに使います。ディズニープリンセスが大好きなので買ってもらいました。で、これが塗るお薬で、保湿するための薬、目薬もいつもここに入れて持ち歩いてます。この袋いっぱい持ってるの？うん、持ってる。で、100均なんだけどめっちゃ可愛いなと思って買った。で、次にこれが爪に塗るオイルです。ちょっと爪がガサガサしてるなと思う時にサッて、なんかここの爪の付け根みたいなところにサッ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 って塗って、グル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 ってやると次の日には結構綺麗な爪になります。なんか昨日塗ったんだけどね、もう生えてきてるんだって。超頑丈じゃない？うん、2枚爪本当に大変ですね。大変ですねそうなんです、大変なんです以上です。普段使いは大容量だけど、うん、横から見たらね、もうすごい入るってことがわかる。どうでしたか？どうでしたか？気になったもの、気になったものは、以上ね私の気になったものは美容液です。なんかゆらりにタンプレで爪の美容液もらったんですけど、それがめっちゃ効果いいんですよ。だからもう爪の美容液を集めたいって思ってこれラベンダーのめっちゃいい香りが、マジ嗅いでみてもいい？めっちゃ好きな匂いで、あ、いい匂い、お花の匂いあのゆらりのやつの中にもね、本物の花入ってるのもうハッピータイムって感じになってる時で、ゆなが気になったのはこのチークです。これ見た時にハンドクリームかなと思って、あ、すごいと思ったら、チークだって。口塗ったらね、ガサガサになったあんまりチークは塗らないけど、こういう可愛いのだったら塗ってみたいなと思いました。結構プチプラ使ってるから、みんなもね、可愛いとか欲しいとか思ったものすぐね、近くのお店で買いに行きましょう。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。